んにちは、海部です。第9回は戦後の発展、復興と高度経済成長だよ。昭和20年8月15日、降伏した日本は連合国に占領されました。連合国軍総司令部の指示で財閥解体、農地改革、労働組合結成などの民主化が進められました。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を柱とする日本国憲法が公布され、女性の選挙権も認められました。軍国主義的な教育が改められ、義務教育が9年間となりました。長野市は昭和24年に産業振興と平和精神を謳った平和博覧会を開催しました。昭和36年には当時の先端技術や製品を集めた産業文化博覧会を開催しました。長野市は昭和29年、浅川村など周辺10ヶ村と、41年には篠ノ井市など1市3町3ヶ村と合併しました。また昭和36年に市民会館が開館し、40年には市役所第一庁舎が完成しました。昭和30年代、日本は高度経済成長期を迎えました。長野市でも電気・機械産業が大きく発展しました。戦時中に移転してきた工場や企業誘致の工場などが成長の中心になりました。印刷業は戦前から東京方面の注文が多く、法律、行政などの出版物でさらに業績を拡大しました。味噌、乳製品、飲料などの食品加工業が盛んになり、全国へ出荷しています。経済成長に伴い、交通手段も大きく発展しました。鉄道では戦後、蒸気機関車からディーゼル化、電化が進められ、昭和41年には信越線で特急あさまが走りました。長野電鉄では、首都圏からの急行が湯田中までつながり、
スキー客が増加しました。また飯綱・戸隠高原と結ぶため戸隠有料道路も開通しました。昭和30年代には車社会となりました。信号機の設置、横断地下道や立体交差、バイパスなどが建設され、学校では交通安全教室に取り組むようになりました。昭和40年8月から松代地区を中心に群発地震が発生しました。長引いた地震や地滑りは大きな被害を与え、翌年当時の皇太子や総理大臣が松代を視察しました。大雨による増水で川沿いの地域でたびたび水害が発生しました。河川の水門の排水能力を上げる、支流の流れを変える、治水用のダムを作るなどの対策を取っています。昭和60年7月26日、地月山南東斜面で大きな地滑りが発生しました。特別養護老人ホームや住宅が押しつぶされ、死者26人、家屋全壊50棟などの大被害となりました。市民の生命や安全を守るため、避難場所が決められ、ハザードマップが作られています。長野市は戦後の高度経済成長期に発展し、大きく変わってきたんだね。最終回は未来へ羽ばたく長野市だよ。また見てね。